ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆずさん。はい。今日は。まあ、サムライジャパンだよね、はい。はい。強化試合ということで、うん、3試合目はオーストラリアと。そう。はい、国際試合。やっとね、相手が外国人。うん、オールね。で、やっぱり日本同士だと遠慮しがちで、インサイド攻められなかったりだとかさ、いろいろ多少遠慮が入るんだけども、やっぱオーストラリアというね、うん、チームを迎えて、はい、まあ、札幌ドームでね、うん、やりましたけども、はい、まあ、結果から見ると8-1、うん、8-1、はい、うん、ふとね、もう偏ったゲームになってしまいましたか、うん、ただね、勝敗を見るとそうなのかもわからないけども、うん、はい、向こうはあんまり一生懸命やってなかったね。そんな感じに見受けられましたね。なんかね、データを取りに来るためデータを取ってんじゃないかなっていう節もあるんだよね。うん、まあね、そういった意味ではあまり一生懸命にやらない方がデータを取られないっていうことでいいんですかね。だから日本はいいところばっかりさ、さらけ出しちゃって、ちょっと嫌な感じが俺は受けたけどね。そういう印象の試合ですか、やっぱね。日本はね、勝たなきゃ周りがうるさいし、うん、あ、こんなチームに負けたとかさ、いろいろ言われるけども、オーストラリアって多分言われないと思うんだよね、うん、それを考えるとやっぱり日本は一生懸命やるからさ、なんか丸裸になる可能性があるというさ、うん、なるほど。で、なんでそう言うかというと、俺らアテネでオーストラリアに2敗してるからね、はい、うん、やっぱそのデータを取られて、うん、だからまあそういうのでなんかちょっといやらしいなっていう風な節はあったよね。監督さんですか、オーストラリアの。そうそうそう、監督がね、あの監督がキャッチャーやってたんだよね。はい。でまんまと負けたけどさ、うん、そのアテネの時に、ね、うん、やっぱね、したたかだったよね。うん、まあキャッチャーをやりながら監督兼任みたいな感じで来たんだけどもさ、はい、まあそのキャッチャーが今監督となってね、オーストラリア代表の、うん、チームの監督として来日してるけどもさ、まあ、ちょっとこのね、8-1というその中でちょっと何が行われたかというとね、うん、はい、はい、ちょっと見てみたいと思います。じゃあ少し試合の内容を紐解いていきましょう。はい、はい、日本の投手陣、はい、もう最高だね。いや、もうほとんどのアウトが三振ということで、毎回の19奪三振という、はい、27個中の19個ということは、うん、8つしか三振以外でのアウトがない、前に飛んでないというね。まあ、うん、ただね、うん、先制されるんだよ、1点というのは。そうでした。まあ、それはね、2番のホワイトフィールドにレフト前、うん、はい、でグレンデーニング、うん、グレンディーニングにライト前持っていかれるんだけどもさ、はい、この攻撃っていうのはやっぱ佐藤の肩を考えると、うん、させるんだよね、サードに、うん、でやっぱ彼らはね、一生懸命走る、うん、うん、で次の塁を狙おうとする、うん、姿勢がすごく高いね、レベル的には、うん、だから無謀だなと思いながら言ってるんだけども、はい、まあだけどそれがミスを誘い、うん、まあ今なんかもうちょっとね、あのカバーリング行かないとね、早くね、うん、まさかあの当たりで行かないだろうとは思ったと思うんだよ。そうですよね。でも行くのが外国人だし、国際試合だから、うん、だからそこら辺気を抜かないようにね、やっぱこう守りは万全にしとかないと、うん、まあそういうカバーリングが遅れて失点につながったけどもね、抜かりなきよう隙を作らぬということですかね。まあそうだね。だから3番のバッターなんかは外外攻めてて、いきなりインサイド行った球だけども、パワーがあるからさ、力負けしないんだよね、詰まっても。だから外野まで持っていけるんだよね。だからまあそういうところは少し勉強になったと思うんだけども、であんまり三振が多いからさ、ちょっとなんていうの、そういう走塁面だとかね、少々無理しても行くよっていう、やっぱり外野手も準備していかなきゃいけないしね、うん、まあ、そういうところはすごく勉強になったとは思うんだけども、はい、三振が多いだけにこういろいろな攻撃のパターンは見られなかったっていうことになりますか。いや、もう全く見れないよね、わざと投げさせてなんかこう見てるんじゃないかなって、配球だったり球種だったり、とかね、まあまあ、そこまでいやらしく考えておいた方がいいよ、日本も。でね、まあ、攻撃はね、はい、この前、強化試合の時に、はい、山田哲人が内野ゴロを打って、うん、
追加点を取ったというね、はい、ありました。まあ、そういうシーンがあったんだけど、岡本がそういうね、あのシチュエーションで立ってて、うん、ここはセンター前にタイムリーを打ったんだけども、うん、はい、1点ビハインドで2回、ね、チャンスを作ったんだよね、村上真希が、はい、でその後岡本に回ってくるわけだけども、はい、内野手が前進してないんだよね、2、3塁で、うんうんうん、下がってるから内野ゴロで同点だという、はい、だから岡本も無理しないでセンター返しを心がけて、はい、まあ点を取りに行ったというね、うん、まあ、非常にやっぱりこうここら辺はやっぱこう技術が高いね、日本のバッターはね、なるほど、うん、だからいいタイムリーだったということ、はい、で村上がまあ今日も打ちました、今日も打ちましたね、まあ、ツーランホームランというね、4本目ですかね、4本目かな、強化試合、あ、はい、そうだね、4本目だね、うん、はい、見事な、まあ、ホームラン、まあやっぱり初見で当たるピッチャーでなかなかこう、はい、持っていけないとかね、そういうことがあるのね。で阿部慎之助もホームランバッターだったけども、はい、やっぱこう本戦になった時にさ、全部反対方向に打っていったんだよね。やっぱ分からないから、どっからどう曲がるか分からないし、どのぐらいのスピードなのか、どのぐらい抜かれるのか分からないから、阿部慎之助は全部反対に持っていった、そういう国際試合があるんだけどもさ、はい、村上はもうオーストラリアのピッチャー初見でね、うん、やっぱこうしっかり捉えることができたという、うん、やっぱ心強いなというふうに思うのと、さすがですね、ね、で周東が近本のねダイソーで出てきて、はい、まあ、近本のダイソー出されるということもまずないと思うんだけど、すごいですよね、それも、まあ、周東だったら納得というねでダイソーから投入をし、まあ、ホームに帰ってくるというね、はい、まあ、タイムリー、山田のタイムリーかなで帰ってくるんだけども、うん、まあ、ここら辺はね、日本のそのもうやりたい放題やらしてるのか、うん、やってるのか、あ、まあ、これは分からないけども、まあ、だけど、まあ、見事な攻撃がね、うん、まあ、つながる、はい、うん、ただここは書かあえて書かなかったんだけどもさ、はい、西海がレフト前で出ていくんだよね、うん、初回に、はい、で牽制で後になったんだよ、うん、だからやっぱりこういうのは流れも変えてしまうしね、うん、だからそういうところは盗塁が出たのかもわからないけども、そこら辺はアウトになっちゃ何にもならないわけだから、はい、だからそこら辺はやっぱ反省点としてね、うん、やっぱり見なきゃいけないし、はい、まあ、ただその6回に、6連打かな、はい、5連打かが、まあ、あったけども、うん、まあ見事だね、あ、まあフォアボールを挟んで6連打だね、うんうん、あったけども、はい、やっぱここら辺はやっぱこうちょっと力のね、うん、落ちるようなピッチャーがパッと出てくると畳みかけるなという、うん、でやっぱりノリがいいね、うん、やっぱり一つ一本つながってくる、はい、まあ、佐藤がポンと打つ、はい、そしたらみんながこうパパパーンとつながるというか、うんうん、やっぱ佐藤っていうのは佐藤が打つとつながるような感じがするんだよね、なるほど、うん、だからまあそういい雰囲気を持ってるなと思ってね、うん、佐藤は、まあ、その前三振で来たんだけども、はい、やっぱツーベースを打ってね、うん、まあ、打点も上げてるんだけども、うん、佐藤が打つとなんかこう打線が流れるようになるのかなっていうような、まあ、そんな感じも受けました、うん、はい、はい、ということで、うん、まあただねこの試合でオーストラリアが受けた日本の印象って、はい、多分ねこういうことなんだと思うんだよ、はい、はい、オーストラリアの気になる少しだまだね、少し気になる投手陣、うん、気になる投手陣、はい、今日は、はい、オーストラリアは、はい、6名そうトータルで出てきましたが、うん、その中のこの3名そうだね、はい、まあ、3回村上の時から出てきたケント、うん、これがね面白いのが普通一塁側のこうやってプレートがあるじゃない、はい、ね、あのピッチャーのプレートですね、ピッチャーね、うんうん、普通こっち側踏むんだよ、うんうんうん、ホームが向こうだとしたら、うんうんうん、一塁側をね、うんうん、三塁が踏んでんだよね、うん、だから面白いなと思って左ピッチャーでね、でまあまあなんかこういやらしい存在になりそうな、投げてるボールは自体はねそんなに、いやらしくはないと思うんだけども、はい、やっぱ三塁側を踏んでるというこう入ってくる視覚で入ってくる角度が、うんうん、やっぱちょっと新しいと思うんだよ、そうですね、左で、うん、そうですよね、普通こっちが立つんだけどこっちが立ってるみたいなであれっていうようなね、そういう視覚的にこう騙されやすい、う
やっぱピッチャーだし、ちょっと要注意かなっていうのは、感じたね。はい。で、ニューンボーン投手ね、はい、右ピッチャー、はい、このピッチャーはやっぱ球に力あるね。で、まあ日本のバッター岡本から三振取ってるし、はい、あ、ちょっと嫌かなっていうね、うん、そんな感じがしましたよ。なるほど。うん、で、まあやっぱこう日本戦には使えるかなという。で、最後投げたドーランという右ピッチャーがいるんだけども、はい、これ源田周東って三振取るんだよね。うん、このピッチャーね、なんかね、メジャーとの契約を今回新たにするのかな。あのボールに力もあるしさ、だ非常に嫌な存在に見えたよね。なるほど。だからこういうピッチャーがこぞって日本戦に投げたら、うん、まあ最初8対1になったけども、これはそうはならないね。これはなんかもう聞いていると、うん、油断をさせるための材料がたくさん散りばめられてるような気がして、まあね、あのね、うん、そのぐらいの感覚で捉えておいた方がいいね。うん、だから勝ったから喜ぶ、負けたから悔しむんじゃなくて、うん、負けてもいいからあいつのああいうところをちょっと見てみたいっていうものがあれば、うん、やっぱデータ、生きたデータを取っとくといいよね。そうですね。うん、だから、うん、あのキャッチャーも今日森が先発して、はい、最後甲斐が被ってたけども、はい、まあいいんだけども、うん、やっぱ一人のキャッチャーでどういったデータを取るかっていうこともまあ大事なことなのかな。まあそこまで神経質にならなくても、まあ日本の投手陣が抑えてくれるのかなっていうような気もするけどもね。まあでも用心に越したことはないし、ね、過去に負けた例もあるわけだから、だから用心に越したことはないということね。何かやっぱりそういったところで国際試合で、うん、まあ対戦相手が海外のチームってなると、うん、やっぱりね、これの本番は WBC なわけなので、だから今勝って喜んでる場合じゃないわけよ、うん、まあ、まさに強化試合ということで、ね、強くなるためにいろんなデータを取るということもあるんでしょうか ね、さあいよいよ明日、はい、佐々木朗希がベールを脱ぎます。ベールを脱ぐって言ったらちょっと大げさかもしれないけども、はい、まあ、国際試合ね、うん、初めての登板になる、まあ、どんなピッチングを見せてくれるのか、はいね、ね、で今日は3人のピッチャーで19奪三振取った、うん、ね、まあ大体4回ぐらいまで投げるんじゃないかっていうね、この強化試合見てると、うん、先発は大体4回ぐらいまで投げてるから、うん、そこでどのぐらいの三振が取れるのかとか ね、まあ、4回までだと、まあ、単純に12個アウトを取るわけですから、うん、そうだね、そのうちのっていうことですかね。そのうち全部取ってくるかもからん。そんなことがあったらすごいですね。いやいや、すごいけどね。ただ今日のオーストラリアの状態だったら取りそうな感じもするけどもね。ね、まあまあ、でも明日もちょっと楽しみにね、はい、佐々木朗希のピッチングを見たいと思います。はい、はい。